さあ、アジル警部のフリーフォーオールは真ん中の家に立てこもれば勝てるんだよな。よし、ここもね、いるんだよね。なんかリスポーンを完全に把握しちゃってて、あ、死んでない。で、またすぐ、あ、後ろ来るな。来てる来てる、上がってきてる。ヘッドショットしていく。後ろね、すぐ湧くんだよね。ちょっとめんどくさいんで、離れて真ん中の家に行きましょう。ここ絶対に一人はいる。ナイフで切っていく。お、やべ、光った。フラッシュ。さあ、次。こっち側か。こっち側からだとな、この出て左のところに、あ、いるね。はい、やっていく。ここにね、一人はいるんだよね。おっと、危ない。ちょっと殺しきれなかったな。さあ、諦めよう。お、後ろもいるか。ちょっと追って、きついな。待たれるな。戻ろう。さあ、センサーマインを仕掛けて。右。おっと。よし、頭抜いていく。アジル警部もね、結構ここで、初期マップ、初期からあるマップで、フリーフォーオール、よくやるから。もう大体のね、脇位置とどう攻めてくるかっていうのがね、分かってくるんで。まあ、依然としてね、あの中央の建物はかなり人気があるんで、まあそこで待つってのもね、結構ありかな。この辺からなかなか抜けれないんだよな。ちょっと洞窟入ってっか。ちょっと危ないんだけど、ここは。洞窟、ちょっと待って、やめよう。後ろから音がする。だからね、この辺にいるとね、ひっきりなしにこの辺で湧くから、なかなか、まあ動かないでね、この辺で狩るってのもありかな。まあちょっと後ろから撃たれたけど。ここはめんどくさい。遠いな。あんまりサブマシンガンだとね、ここ得意じゃないんで、ちょっと別ルート使って中央まで行きたい。ということで、右から走っていく。おっと、右いるね。このまっすぐ出たところ。さあ。あ、いた、いたいた、あいつ。後ろからナイフで切っていく。さあ、銃に戻して。あ、いるね。遠い。うわ、当たらないな。塀に隠れてる。マイン仕込んで、ちょっと燃やされていく。うわ、またここだ。めんどくさいんだよな。あー、奥いるね。詰めれないな。こっから詰めるのかなりリスキーなんだけど。うわ、でしょ。すぐ後ろは湧いちゃうんだよね。あ、結構いい位置に湧いたね。そのまま右入っていってもいい感じだな。いた。いたね。奥。攻守打ちしていく。で、後ろ。あー、打ち負けるか。ADS してヘッドショットしないと勝てなかったな、今の。さあ、真ん中から突き切って。あ、いた。もう背中ミスしてる。デッサ中だからね、わからないね。で、リード挟んで。ん？後ろ。一応センサーマインを仕込んでおく。で、洞窟の入り口に向かって、いる。おっと、音出てる。よし、あいつ。家庭持ち。と思ったら、な、カバーみたいになってんな。フリーフォールでカバーされた。くそう。おっと、危ない。腰打ちして。奥いるね。あ、負けるか。AR だな、あれ。ピンクの AR か。おっと、後ろ。ちょっときついな。一回逃げよう。洞窟に退避して。ここも結構湧くんで見た。さあ、奥見て。あ、音。痛い痛い痛い。リードしているぞ。その調子だ。結構撃ちながらね、40発もあれば適当に修正して当てれるから楽ですね。さあ、デッサナイフで突っ込んでいく。お、あー、後ろにいたか。まだ後ろにいたよ。いる。当てやすい。
で、どうしようかな。この中行きたいけど確実にいるんで、センサーマインだけ仕込んで、もっと左に一人いた。で、上にいるんだよな。あいつをなんとか。いた。よーし、頭抜いて。ちょっとドアを閉めておきましょう。よーし、こっからナイフなんだよね。この辺でね、音する。どこだ、どこだ。どこに行った？入ってはいないか。あ、奥いるな。あ、手前にもいる。よし。あいつをナイフで切っていく。で、後ろ側回って、おそらく真ん中に入ったやつ、ちょっと左から迂回して。さあ、こっから入って。いた。切って。もう一人。おぉ。左いる。こっち先に切ってから、縦のやつを後ろから追っかけて、誰かにやられた。もっとショットガンの中後ろからぶった切っていく。で、もう一人。ダメか。ナイフで V トール解放したぞ。適当に V トールを発進させておいて。ん？後ろ。違うか。もういいね。もういいね。トリプルキル。最初の爆撃でかなり当たったな。来た。はい。さあ、あと1キル。結構みんな芋ってる系かな。スコアがだいぶ離れちゃったけど。まあ、アジルケーブのね、フリーフォールはこんな感じですよ。もうリスが分かってるんでね。ちょっとやりすぎちゃったかな。フリーフォール。はい、そんな感じで。まず最近 V トールエンドが多いんだよな。まあ、次行きましょう。